米大リーグ MLB ドジャースが日本時間26日本拠地でヤンキースとのワールドシリーズ WS 初戦に臨んでいる。9回の同点の場面で珍事が起きた。チームは5回に1点を先制するも、6回にジャンカルロ・スタントンの2ラン本塁打を被弾した。8回1失の場面で大谷翔平が2塁打を放ち、相手のエラーも絡んで3塁まで進塁。続くベッツのセンターへの犠牲フライで確実に得点した。9回はヤンキースのグレーバートーレスが左中間方向へ大飛球。ファンスをギリギリ超えるかどうかの打球だったが、観客が身を乗り出してまさかのキャッチ。ビデオ確認で二塁打となった。